このね、Surface Pro 9っていうのはタブレット PC なんですけども、ここまでね、できるすごい PC ですので、この最新作の Surface Pro 9で性能はね、どのぐらい上がったのか、ちょっとその結果を公開していきたいと思います。 Surface Pro 9の安く買う方法っていうのを解説したいと思います。どうもこんにちは、 Surface ファンチャンネルの高富です。お待たせしました。今日のテーマはこちら、サーフェスプロ9インテルモデル実機レビュー。はい、ということで、今日のねテーマはこちらですね。サーフェスシリーズの中でも、一番売れているサーフェスプロ、それのね最新作の実機レビューです。まあ、僕はね、このサーフェスプロに惚れ込んで、この YouTube チャンネルもね始めたぐらいですので、やっぱりねちょっとサーフェスプロのレビューに関してはテンションがね、ちょっとすいません、上がってしまいます。今回はですね、マイクロソフトさんの方からサファイアと、フォレストをねお借りしましたので、僕の持っているね Surface Pro 8とのね違いなんかも含めて実機レビューをしていきたいと思います。もうすでにねめちゃくちゃねかっこいい色合いなんですね、このサファイアとかもね。この Surface Pro 9のですね、製品 URL や、お得なね学割とかまとめ買いの URL の方は、概要欄の方に貼っておりますので、欲しい方はねぜひそちらから見てみてください。それでは行きましょう。ゴー。はい、それではね、早速 Surface Pro 9の外観からね見ていきたいと思います。今回ね、お借りしているこの2色なんですけども、サファイアとフォレストとなっておりまして、すごいねいい色合いの Surface Pro 9が出たなというところなんですよね。今までのね Surface Pro 8まではこのねシルバー系のプラチナと、あとブラック系のねグラファイトっていうねちょっと無骨な色しかなかったんですけど、こんな感じでかなり綺麗なね色合いの Surface Pro が追加されたという形となります。この本体のねカラーに合わせまして、タイプカバーもこのサファイアというね色と、フォレストの方も本体と合わせてこちらもタイプカバーがね、追加されたので、こちらもね、おしゃれないい色合いのタイプカバーが追加されました。この色ねめちゃくちゃいいですよね。僕はねちょっとサファイアのやっぱカラーがね好きですね。フォレストの方はね、まあ、ちょっと緑系で渋みのある色となってますね。緑系が好きな人はすごいいいかもしれません。はい、それではちょっとね Surface Pro 8との違いもね、解説しておきたいと思います。Surface Pro 8からね大きく変わったなというのが、ボタンのね配置なんですね。 Surface Pro 8まではこっちにね電源ボタンで、こちら側にね音量ボタンがあったんですけども、それがこちら Surface Pro 9では本体上部の方にね電源ボタンと音量ボタンが位置変更になりましたので、タブレットとしてねすごい使いやすくなったっていうのがあります。と言いますのは、Surface Pro 8の時はですね、はい、こういう風にねタブレット持ちで使っている時に、まあねこうやって机で見ていると、まあこうやって電源ボタンがねここにありますので、まあ余裕でねこういう風に電源がスリップ状態にねなってしまうということがねあるあるだったんですけども、Surface Pro 9になってからはここにね電源ボタンありませんので、がっつりねここにデスクで使っていても全然もう全然問題ない。これ本当に良かったなっていう感じがします。で、あとですねこれ持ってみて気づいたんですけども、 Surface Pro 8の時はこの本体上部にですね多分 Wi-Fi アンテナのようなもので、プラスチック形状のものがね覆われてたんですけども、 Surface Pro 9になってからは、ここにねそれがなくなりましたので、すごいね綺麗になりました。なんかよりねタブレット感が増した印象がありますね。まあなんとなくね持った感じはすごい良かったです。ただね、変わったところでちょっと残念なのはですね、こちらですね、 Surface Pro 8の方では、イヤホンジャックがねあったんですけども、 Surface Pro 9になってからはイヤホンジャックが廃止となったので、まあ、有線のねイヤホンを挿すところが、なくなってしまったんですけども、まあそういう時はですねこのようにイヤホンジャックの変換アダプターですね、これさえつければまあ普通にイヤホンとしては使えますので、まあ一応ねこの問題は解消できる問題ですので、まあまあ良しとしようっていうところです。で、あとね、裏面の方を見ていきますと、まあ、ここにねキックスタンド開けられまして、ここが前ね SIM ピンで開けていたのがパカッとねこう指だけで開けられるようになりましたね。で、これが SSD が入ってまして、交換可能なんですね。この SSD がね変えられる機器ってねなかなかないですので、これはね結構貴重な存在なんですよね。
まあ、Surface Pro 8の頃からね、交換は可能だったんですけども、今回 Surface Pro 9に関しては、すべてのね、ストレージで交換可能みたいなので、なんかそこの仕様変更は良かったと思います。はい、それではですね、この動画をね見ている方で Surface をね、知ったのが初めてっていうね方もいらっしゃるかと思いますので、ここからはちょっと僕が好きな Surface Pro 9のね、いいところっていうのをね紹介したいと思います。はい、まずね一番目に僕が好きなところはですね、液晶ですね。 Surface Pro というか、まあ Surface シリーズね全部縦横比が3対2となってますので、ちょっとね縦に長くなってまして、こういうねウェブページとかがねめちゃくちゃ読みやすくなってるんですね。普通の一般的なねノート PC とかだと16対9でちょっと横長になってしまうんですけど、 Surface Pro でしたらこういう風に縦長になってますので、まあ、その分ね見やすいっていうのがあります。で、タブレットにもねなる PC ですので、こういう風にタッチパネルも使えるっていうのがね、いいですよね。これも標準で使えますので、あと液晶はもう 4K 液晶レベルのね高解像度ですので、文字のね一つ一つをねすごい綺麗に表示してくれてるんですね。一昔前の PC だと結構ねにじみがあったりとかしたんですけど、まあ、こうやって拡大してみてもね文字がにじんでないっていうのがね分かりますよね。だから文字もそうですけど、写真とかもね綺麗に全部表示してくれるんですね。もうこれを使ったらねちょっとフル HD のね時代にはもう戻れないなっていう感じがします。で、結構 Surface Pro 9はね、これ自体がすごいねコンパクトなんですけども、ここのねベゼル幅が結構ね狭く作られてるので、その分ね画面サイズが13インチは確保しているというね、結構ね大画面というか、まあ大画面とまでは言わないですけど、まあ、問題なく使える液晶サイズを確保しているんですね。で、2番目にね好きなところがね、やっぱこのタブレットとして使えるところですよね。まあ、こういう風に縦持ちでね、ウェブページ見るのも、すごいいいですし、まあ、このようにね、Kindle アプリを入れて電子書籍をね、見るっていうこともできます。で、これはね、つい最近使えるようになった Windows で動かしている Android アプリ版の Kindle なんですね。 Kindle もねこの Android アプリ版の方がなんかねサクサク動くので、この使い勝手はね結構良くなったんですよね。で、このタブレットとしてね使う時に1個ワンポイントアドバイスなんですけど、ここのねクイック設定のところに回転ロックっていうのを配置しておくと便利です。ここに置けるボタンっていうのは自分で変えることができるんですけど、ここに回転ロックをね、置いておけば、こうやって縦持ちで持った時にちょっと寝ながら見たいなっていう時あると思うんですけど、そういう時にねこうやって寝ながらでも縦持ちができて、回転ロックしてくれてるので、すごいね便利に使えるんですよ。で、あと僕の場合はで言うとなんですけど、僕普段はですね、ウェブエンジニアとして、プログラミングとかねしてるんですけども、まあ、そういう時にこうやってソースコードもねドキュメントとして縦で読むことができるんですね。だからちょっとねデスクで疲れたなっていう時に、ちょっとソファで座りながらこうやってプログラミングのねソースコードを眺めたりするっていうのができるのも、この Surface Pro のね魅力だったりしますね。で、3番目にね好きなところが静音性ですね。 Surface Pro 9はね普段の使っている限りではほとんどね音がしないです。なんかね動画エンコードとか動画書き出したりとかですね、そういう重い処理をやってる時はそういう時だけファンがね回ってこう冷やしてくれるんですけども、そうでない普通のね Excel とか PowerPoint とか、まあ、ソースコード書いてる時とかっていうのはもうね全然無音の状態ですので、この静かさっていうのはねすごいいいですよね。で、これインテル Core i5 なんですけども、まあ、インテル Core i5 だとね、ファンレスをちょっと期待している方もいらっしゃったかと思うんですけど、インテル Core i5 でも今回はね、これファンがついている形ではありました。まあ、ただそれでもね、ほとんどね、ファンの音しないですので、結構ね、静かさはいい方だなと思います。まあ、図書館とかね、静かな場所とかでも使いやすい PC と言えますね。はい、次ね、Surface Pro 9のいいところが、やっぱり、ね、なんといってもね、ノートとして使えるところですね。このギミックがね、ほんとすごいなって思うんですけど、このタイプカバーをね、パカッと開けて、ここにある Surface ペンを取り出して、そのままね、ここに書くことができるんですね。このギミックね、ほんと僕好きでして、このタイプカバーにね、ここ置くだけで、まあ、充電ができて、しまえて、で、こうやってパタッとね、隠すことができると。これがね、本当いいですよね。で、まあ、よくね、比較されるのがね、iPad Pro だと思うんですけども、iPad Pro だとね、ここにペンをね、充電して、まあ、ちょっとね、落ちてしまいそうなリスクがあるんですけども、
まあ、実際に僕に一回 Apple Pencil なくしたことがあってすごい悔しい思いしたことあるんですけど、それがねこういうふうに Surface Pro であればここにねしまえて、収納できる隠せるので、まあ、あんまりねなくすリスクがね、少ないっていうのはあると思います。でこのね標準でついてるワンノートっていうアプリもですね、ノートアプリとしてめちゃくちゃ優秀でして、まあ、これ書いた瞬間にですね、もうクラウドの方にアップロードしてくれてるので、まあ、なくすことがねないんですね。だから学生さんの方で、今まで紙のノートでね、書いているのをこういう風にデジタルノートの方にね完全移行して、もう全部こちらで授業のねノート取ったりするっていうのも使い方としてねめちゃくちゃいいかなと思うんですよね。しかもこの Surface Pro ね 120Hz リフレッシュレートで、ペンのね追従性がすごいいいですので、もうデジタルノートとしてはかなり完成度が高いデバイスかなと思います。で1個ねワンポイントアドバイスなんですけど、ノートとして使うときはねこういう風にタイプカバーを下にね繰り返して使うと滑り止めになってくれて動きにくくなりますので、こうすると結構書きやすくなります。はい、5番目にね紹介したいのが動画プレイヤーですね。 Surface Pro 9はですねこうやってタイプカバーを外してこれ単体でもう使うことができますし、 Surface Pro 9からはですね Dolby Vision IQ にも対応しましたので、まあ、Dolby 系のねコンテンツを楽しむのにはもう最高のね動画プレイヤーという風になってます。これはねドルビー社のねデモコンテンツなんですけども、まあ、こんな感じでね、コントラストもねすごいいい色合いですし、ドルビーアトモスっていうね音響効果で本当にねあの映画館のようなサラウンドをね楽しむことができます。スピーカーはねここの2つしかないはずなんですけど、本当にねあの実際に使ってみると広がりのあるねあの音を楽しむことができるんですね。これでね YouTube プレイヤーを見るとしてもいいかもしれないですね。これ単体でね写真のスライドショーとかとしても使ってもいいかなとは思います。次のねいいところがオフィスがね標準搭載っていうところですね。やっぱりねマイクロソフトの純正 PC というだけありまして、Excel とかね Word とかのオフィスソフトがもう最初から使えるようになってます。結構他のメーカーだとね、オフィスはオプション扱いでそれを付け足すとちょっとね値段が上がっちゃったりするんですけど、 Surface Pro はですね全部そのオフィスも込みで値段となってますので、まあ、そういったね安心感はあるかなと思いますね。オフィスに関してはね結構賛否分かれるとこではあるんですけども、パソコン初心者の方にとってはあってもいいかなと僕は思ってます。はい、次にね、Surface Pro 9のいいところなんですけども、拡張性ですね。こちらのね Surface Pro 9はサンダーボルト4対応の、USB-C となってますので、サンダーボルト4対応ドックがあればですねケーブル1本で、拡張することができるんですね。こちら以前ね、ベルキンさんの方からいただいたサンダーボルト4の、ドックなんですけども、これとねちょっと Surface Pro 9を接続してみたいと思います。今ねちょっとこちらに挿してみまして、このドックからはね HDMI で、2枚のね 4K モニターにつながってるんですけども、はい、こんな感じでね、4K モニター2枚に対しても、ケーブル1本で映像出力することができるんですね。でこのサンダーボルト4っていうのはね結構すごくてですね、今の繋いだね、ケーブル1本からちょっと見えづらいんですけど SD カードと、まあ、イヤホンジャックと、もう一個ね USB-C の挿すこともできますし、イヤホンジャックはねちょっと Surface Pro 9になくなった分、ここにあるのがいいですよね。あとこっちもすごくてですね、まあ、先ほどの HDMI 2ポートと、Thunderbolt の USB-C の映像出力、ギガビットイーサネット、USB-A の 3.1 と USB-A 2.0 が、2ポートずつねあるので、もうケーブル1本でねこれ全部拡張できるっていうのがすごいところですよね。ということで、このね Surface Pro 9っていうのはタブレット PC なんですけども、ここまでねできるすごい PC ですの でこれがまたね、マイクロソフト純正 PC っていうのがね好きなところなんですよね。はい、はい、それではですね、前作の Surface Pro 8からこの最新作の Surface Pro 9で性能はね、どのぐらい上がったのかっていうのをちょっとねベンチマークをいろいろ回してみたので、ちょっとその結果を公開していきたいと思います。ちなみにね僕の持ってる Surface Pro 8が第11世代の Intel Core i7 で、今回のこちらの Surface Pro 9が第12世代の Intel Core i5 なので、ちょっとね i7 と i5 の若干のね違いはあるんですけども、まあ、一応11世代から12世代の
性の比較というところでは見れるかなと思います。まずね、CPU を測るシネベンチの計測結果なんですけども、シングルコアなんですけど、プロ8の方が1490に対して、プロ9が1517ですね。で、マルチコアは4866に対して6827。で、マルチコアはね、結構伸びてるっていう感じなんですね。で、これはですね、この第12世代のインテル CPU になってから、P コアとね、E コアというね、ハイブリッド式の CPU になってるんですけども、一応コア数がね、かなり増えたので、マルチコアは伸びたっていうところかなと思うんですよね。シングルタスクに関しては、まあ、そんなに性能変わんないなっていうのが正直なところですね。はい、続きまして、グラフィック性能ですね。こちらね、ドラゴンクエスト10のベンチマークソフトね、回した結果、Surface Pro 8が12,24ですごく快適なのに対して、Surface Pro 9がですね、6,563で快適というね、評価となってしまったんですよね。で、これね、Surface Laptop 5 の時もね、そうだったんですけど、なぜかですね、この第12世代の Intel CPU になってから、グラフィック系のね、アプリがね、ちょっとうまく噛み合ってないというか、なかなかね、いいスコアが伸びないんですよね。ゲーム結構するよっていう方でしたら、まだね、在庫がある Surface Pro 8の方がいいかもしれません。はい、ただですね、ストレージ速度ですね、これがね、めちゃくちゃ速くなってます。Surface Pro 8よりも Surface Pro 9の方がですね、だいたい 1.5 倍ぐらいとか、2倍とかのね、速さになってるので、ストレージ速度のこの速さはね、結構、体感速度に影響してくる部分ですので、結構これでね、サクサク感じられるかなと思いますね。とにかくもうストレージはもう本当に爆速になってますね。とんでもないです。はい、それではですね、Surface Pro 9の安く買う方法っていうのを解説したいと思います。まず学生さんですね。学生さんの場合は、学割がね、使えますので、その特権をね、存分に利用した方がいいと思います。ということで、マイクロソフト公式ストアのですね、Surface Pro 9のページに入っていただいて、こちら下のですね、利用資格を確認というボタンを押せば、学割が適用されるんですね。これですね、ここに書いてるんですけども、小中高及び大学専門学校生の学生さんと、その両親と教育関係者がご利用いただけますと書いてますので、もう学生さんはね、もちろんのこと、例えば小中高のね、息子さん、娘さんのいらっしゃる親御さんでも、こちらからですね、学割が適用されますので、まあ、対象の方はね、学割価格で買った方がお買い得ですよっていうのはね、ちょっとお伝えしておきたいです。で、まあ、学割がですね、適用されますと、こんな感じで大体ね、全部 10% オフになりますので、結構ね、安く買えるんですね。学生さんでしたら、こちらの Intel Core i5 8GB メモリ 256GB ストレージがおすすめかなと思います。最近のね、円安傾向で、Surface Pro 9もね、ちょっと値上がってしまったんですけども、こちらでしたらですね、157,212円ということで、まあまだバカ高いわけではないかなとは思います。まあ、続きまして、社会人とかね、一般の方なんですけど、そちらの方でしたら、こちら Surface Pro 9お得なまとめ買いというですね、ページがおすすめです。こちらでしたらタイプカバーとかがですね、20% オフで買えますので、まあ、その分ね、お買い得になるんですね。で、あとこちらに書いてるんですけども、サファイアとですね、フォレストカラーに関しては、Intel Core i7 16GB メモリ 512GB ストレージと、Intel Core i5 16GB メモリ 256GB ストレージのやつが、こちらはね、公式ストア限定でしか、販売されてないですので、このスペックが欲しい方は、この公式ストアの方で買った方がいいというか、ここしかないっていうことになりますね。はい。で、こちらのバンドルの作成というボタンから進んでいきますと、まあ、本体はね、普通に選んでいただいて、こんな感じでタイプカバーがね、全部 20% オフとなってお安く買えるんですね。スリムペン2付きのタイプカバーキーボードでしたら、6732円も割引となってます。まあ、Surface Pro 9ね、まだ発売されたばっかで、どこのね、お店でも別に割引はされてないと思いますので、そういったことを踏まえるとですね、このマイクロソフト公式ストアは結構ね、お買い得ですよっていうのはね、あります。しかもね、マイクロソフトストアでね、買いますと、60日間は返品可能ですので、まあ、万が一ね、気に入らなかった場合は、返品すればね、そのまま全額返金することも可能ですので、まあ、そういったね、安心感もあります。はい、ということで、いかがだったでしょうか。やっぱりね、サーフェスファンのね、僕としましては、このやっぱサーフェスプロ9にね、関しては、本当にね、完成度の高い PC だったなというのはすごい思っています。
で、この Surface Pro 9がね、おすすめな人なんですけども、こちらおすすめな人はですね、やっぱり、まあ、どうせ買うんだったら最新の新型で、しかもね、こういう自分のね、好きな色が欲しいという方は、Surface Pro 9、すごいおすすめです。あとはまあ、学割が効くね、学生さんとか、あのね、お絵描きをする人なんかも、結構このサーフェスプロはおすすめですね。逆に PC ゲームをね、結構するっていう方は、一つ前のサーフェスプロ8の方が、いいかなと思いますね。はい。このサーフェスプロ9のね、製品 URL の方や、さっきのね、学割とかお得なまとめ買いの方は概要欄の方に書いてありますので、欲しい方はぜひ見てみてください。それでは以上になります。バイバーイ。